次に演奏する曲は米津玄師さん作曲のレモンです。この曲は2018年ドラマアンナチュラルで主題歌に使われました。紅白歌合戦で米津玄師さんがこの曲を歌った徳島県の大塚国際美術館は今では観光客が押し寄せるほどの人気だそうです。苦しみや悲しみを表現したこの曲を精一杯演奏します。どうぞお聴きください。